ここはいろんな能力を持った子供だけが集められたエリート学園だ。私、人の心が読めます。でもちょっと空気は読めません。やめてよ、リーダーとか。リーダーなんてとても器じゃないよ。お前さん今日暇か？俺の友達になってくれ。俺様のことは炎の貴公子って呼べって言っただろ。氷の使い手として君とはいずれ私有を決めねばと思ってはいるがね。時間を止めます。あまり人に言わないでくださいね。マジ運命やべえってのが俺の人生のパンチライン。解剖とかめんどくさいことしないでさ、死体に直接聞いてみればいいんじゃない？ありがとね、シンジのことを気にかけてくれて。私の能力は大気を操る攻撃的なものでして。もっと力を磨いてナナシャンみたいに人を助けられるようになりたいな。君がこれから私の首輪をつけると誓うなら、面倒ごとを全て解決してあげてもいいよ。リーダーなんてどうでもいい。立派になって人類の敵と戦うためにここに。こんなので人類の敵とかいう化け物に立ち向かえるのかな。何があってもナナシャンの味方です。ねえナナシャン、これからもよろしくね。無能なナナ、ご覧の時間に放送開始。知略サスペンスここに開幕。